た。びっくりした。あんな見せ方もあるのね。お前には負けたくないからさ。みくりカップでも優勝なんてすごいじゃん。見ててくれたの？当たり前だろ。お前を追いかけて、そして勝ち、追い越す。それは僕の目標の一つなんだぞ。そう言われると照れちゃうな。勘違いするなよ。これは僕からの宣戦布告ってこと。私だって負けない。